大型狙いの好機を迎えた神五島のヒラマサ。この時期誰もが目標とする10キロオーバー、さらには夢の20キロオーバーに出会えるチャンスとあって、多くのアングラーが熱い視線を注いでいる。今回は平戸沖から神五島エリアをホームとする上原和彦が得意のジギングで大型ヒラマサに勝負を挑む。今回のルアパラ九州 TV は神五島のヒラマサジギングをお届けしています。おはようございます。佐賀の上原です。今日はルアーパラダイス九州の取材で神五島に来ています。狙いはヒラマサです。今から最盛期を迎えるヒラマサを今日はジギングで狙っていきます。できれば10キロ以上の大きいヒラマサをしつこく狙い続けていきたいと思います。どうなるかは分かりませんが、とにかく頑張ります。よろしくお願いします。高橋さん、でも釣れますよ今日。3本ぐらい僕が釣って、あと3人で4本ぐらいじゃないですか。7本ばい。10キロオーバーがってことですか。あ、そうですよ。ヒラマサ好調の情報に10キロオーバーを釣ろうと意気込む上原だが、果たしてどんな展開に。あ、春のヒラマサ今あれですね、そう、産卵に備えて結構浅場とか決まったような場所にどんどん集まってきているような感じと思います。まあ、どこで産卵しているかとか詳しいことはちょっとわからないんですけれども、まあ、昔からここら辺はその4月になると結構ヒラマサの型のいいやつが上がってるんで、まあまあ産卵絡みですね。次のサイズとかはどうですか。やっぱり一番いいですね、サイズは。よくて20キロ超えるやつもいるし、10キロもポツポツ釣れるぐらいで、もうアベレージがこうもう4月の終わりぐらいになると7キロとか8キロがもう普通になりますね。だから面白いです。この時期大きいヒラマサ釣るならやっぱこの時期きちんと通った方が確率が高くなります。うん、僕はあれですね、もう魚が大きくて太ってるんですよ。で、人も一緒で太ってる人って動きが鈍いじゃないですか。だからあんまりこう速い動きよりも、まあ、長いジグでゆっくりゆっくり動かした方が、まあ、魚から見ても目立って食べやすいような気がします。だから僕の場合はもうアクション的にはゆっくりめが多いです。で、あまりちっちゃいジグも使わないんですよ。そっちの方がなんか今まで釣れてたこともあって、ゆっくりめで長いジグを使ってます。長い戦いになりますね今日は。はい、いつも釣りしてる23歳から40ぐらいまで。うまいですよ3人とも。あ、僕ですか。僕はもう今年も13、12とか17とか10とか4本釣ってます。この春のこの時期に。春は3月の終わりに2本、3本か。でも17とか大きいですね。意外とあまり釣れないです。15キロ以上は結構釣れないですね。10キロは意外とポロって釣れることもあるけど、17はやっぱ年に1本とか2年に1本ぐらいです。やっぱ潮でしょうね。潮が行き始めてたるんだり、行き始めたりたるんだりのその間に意外と
潮が揃って杭が立ってそんな感じですね、うん、だけど潮行ってない時もちょっと行き始めたらバンって上がるんですよ、はい、分かりますか、その潮が動き始めたとか、あの動き始めたとよりも揃ったのは分かりますね、少しやっぱこう揃うもんでこう楽になるんですよ、上と下が揃う、はい、それは楽になった時がだけあっと思いますね、来そうな気がします、で意外と来ます。するとここで末継さんにヒット、来ました、サイズどうですか、3、4キロってことかね。末継さんが難なく浮かせたのは小型のヒラマサ、はい、ヒラマサでした、3キロ、4キロないぐらいですね。その後は当たりが続かず、船長の判断で釣り場を移動してみることに。向かったポイントは上五島のシンボルである白瀬を間近に望む海域。そろそろ上原にも当たりが欲しいところだが、果たして。悪い、悪い気がする、落ちない、落ちてくれ。ずっと釣れるまでこのひたすらしゃくるの繰り返しです。必ず来るであろう慈愛をただひたすら待って、来ない時もありますもんね。ここでまたしても末継さんにヒット、ヒットきましたね、サイズは変わらず、いやまたでしょう。続けて小賀さんにもヒット、末継さんが浮かせたのは先ほどと同じサイズのヒラマサ、はい、ヒラマサです、いい色してますね、チェイスがいいとこ使ってます、サイズは3キロあるらしい。小賀さんも同サイズのヒラマサをキャッチ、ちょっとはジガーミディアムブルーチェイサー11-0です、いいですね、釣れる人は。でも、なんか食い始めたら用心しとかないと来るんすよね。ついに上原が当たりを捉えた、口切れするかもしれない、のさーって乗ってきましたもんね、乗り方が、うん、口切れせんなら10キロぐらいあっちゃないですか。切れせんならですよ、でもそのためにブルーチェイサーの11使ってるんですよね、でもちょっとドラッグが14キロとかかけてるんで、ちょっと浅くかかるとやっぱ切れるんですよ、とこれがテンションだけ抜かんでずっと上げてきたら上がるはず、まあ、8かきは絶対あると思うわけですね、もうやり取りはもうこんな感じですね、ずっと巻いてくるだけ、僕はしないですね、はい、逆にまっすぐして直線でやり取りするもんで針の穴は開くんですよね、結構で最後はやっぱ船べりに行くけん、ないで10キロはまあ何キロですか、まあ、まあ意外とあるよ、8キロぐらいですか、ブルーチェイサーの11-0でした。10キロあるかと思ったらそうでもなかったです。ちょっと後で測ってもらいます。
船長に測ってもらったら、よかよ。おめえ、発展さんでした。でも10キロ頑張ります。10キロには届かなかったものの、ナイスサイズのヒラマサをキャッチした上原。この後のヒットシーンもお見逃しなく。今回のルアパラ九州 TV は上五島のヒラマサジギングをお届けしています。よかった、もう釣れてねえ。いや、すると思います。食い始めてくるともう多分もう流すたんび変わってくるんですよ。でも食ってやっぱ終わるけですね、どげんしても。でその終わるまでにポトンって大きいの釣るか釣らないか。このまま勢いに乗りたいところだが、この日は潮の動きが極端に悪く、なかなか後が続かない。でも今潮釣りってあれなんですよね、ずっともう居座って潮のピッて変わるときにバンって食い集まってるんですよ。だけど普通やったらこう潮の悪なっけ移動しようかというところはもうあえているんですよね。大きかとか口使うとだけ。それって本当人流し蓋流しですもんね。でもそれがサイズはでかいですね、やっぱり。全然潮が動かず、本来なら釣り場を移動したい状況。しかし上原は大型に的を絞って潮の動き始めのワンチャンスを待つという。これがどのような結果に。そのまま当たりがない状況が2時間続いたところで、古賀さんに待望のヒット。くらいです、平子です。中層まで反応があるって言ってたんで、中層までしゃくってたら50回ぐらいで水深の半分ぐらいで食ってきました。フックがブルーチェイサーの90がっちりかかってます。やりました。続けて狙っていると、よし、俺来た。またしても古賀さんにヒット。それが川切りになってくれ。中層でヒットしました。サイズはまだ 3,4 キロぐらいだと思います。春なんで中層に浮いてることが多くて、上までしゃくった方がいいですね。ブリの子供ヤズです。渋かったです。これが釣れるまでやっと。フックがブルーチェイサーの110。今日はずっとブルーチェイサーで通してます。ブルーチェイサーを使う理由はどうかあるんですか。細軸なんですけど、めちゃくちゃ強いんですよ。ドラグ負荷結構かけても全然曲がんなくて、丈夫で信頼できる針です。でもちょこっと食い始めましたね。まあ釣れないよりは釣れた方が。その後も潮は動かず、食いが渋い状況は続く。さあどうする上原。いやいや、翔太君こんなもんばい。沈黙はその後の爆発に。でもこれだけ食わんやったら食わんですよね。ちょっと渋かぐらいならまだ食うと思うとですよ。ジグちっちゃしたりライン細してですね。でもこれだけ食わんやったら、まあ何しても食わんてやろうって思ってしまうならボンって来た時に
まあ後悔なきよう太い糸だけは使っとこうと思って。ここで船の後方にボイルが発生。いよいよチャンス到来か。来たよ、クサ。あ、でもハマチやないこれ。あ、なんか違う。いやいや、でもちょっと針をツインチェイサーに変えてたんですよね。釣りが悪いんで。ハマチか。さよがハマチでも十分十分。バラされんだこれは。よっしゃ、ハマチでしたか。今日2本目です。頑張りました。ハマチでした。ちょっともうずっと朝一、あとは魚の食いも悪くてかからなかったんで、針をツインチェイサーに変えてショートバイトを取ろうと思って、さまざまなことをしゃくりとかも試したんですけれども、やっとハマチですがかかってくれました。今回使用しているフックはブルーチェイサーチェイスの一本針とツインチェイサーチェイスの二本針です。この使い分けはもう普通に活性が高くて魚の活性が強くて吸い込んで使う場合はシングルでブルーチェイサーを使ってます。ただ活性が下がったりした時の場合はどうもこう吸い込みが弱い時があるんで、その時はツインチェイサーを使ってます。とあとちょっと短めのジグで飛ばすというよりも漂わせで使うような時はツインチェイサーがいいです。こんな感じで今日もヒラマサジギングを続けてきてます。で今状況がちょっと渋いんで、これからツインチェイサーでガッチかかっていけばいいと思って、この後も頑張っていきたいと思います。やがて日が西に傾き、終了の時刻が迫ったところで末次さんにヒット。ようやくですね。言うまずめも言うまずめです。末次さんが浮かせた魚は10キロはあろうかというヒラマサ。やりました。言うまずめの1本です。10.4 キロぐらいあります。予想以上に大きかったです。やっぱ潮がちょっと行き始めて、そのかなり引きを持っていた分が今ちょうどだいぶ軽くなったねって末次君と話している時にヒットしてました。まあこの後よくなると思いますけどね。続けて村田さんにヒット。村田さんは6キロのブリをキャッチ。小賀さんも絶好調。ちょっと良さそうです。嬉しいです。やっとヒットしました。さあ、ハマチでした。湧いてたやつですね。いきなり湧いたんで、キャスティングタックルで投げた後に収まったんで、すぐジギングに変えたらヒットしました。よかったです。あら、かかった。末次さんも負けじとヒット。タクタどっちがある。次はなんか同じくらい、こっちはちょっとないかな。そう、せずくん、日本つていけ。ハマチだ。まんまるのハマチです。末次さんはまるまると太ったブリをキャッチ。そして最後は上原に。最後なんか来た。わからん。ハマチですね。
ハマチっぽいもん。最後の最後、ハマチでした。お疲れ様でした。最後の最後にヒラマサが来たって思ったらハマチでした。ツインチェイサーで、まあ、2箇所かかって上がってきました。これでも嬉しいもんです。今日一日お疲れ様でした。朝のうちは鼻息も荒く、複数本の10キロアップをするなんてことを大口叩いてましたけれども、まあ、思いのほかしようも悪いとは、まあ、言いたくないんですけれども悪くて、まあ、僕が 8.3 キロでも末継くんが 10.4 キロのヒラマサを釣ってくれました。まあ、思い通りいかないのもジギングで、そんな中釣れたらさらに嬉しいんで、これからもこれを糧にジギング頑張っていきたいと思います。一日ありがとうございました。